はい、では今日はゴルフスイングでもなくクラブセッティングでもなく、僕が普段必要としてる練習に不可欠な練習器具を紹介していきたいと思います。ちょっと数が多いので、あまりプロゴルファーの方もこんなに持ってる人は片山慎吾さんぐらいかなとは思うんですけど、まあ、そういったのをちょっと紹介していこうと思います。では最後までご覧ください。はい、では最初、まあ前の動画でも説明させていただいたんですけど、100円ショップで普通に売ってる、こちらの結合できるフラフープですね。まあ、本当はこう全部つながってるんですけど、まあ、こちらを普段持ち歩いてます。まあ、これはもう絶対的に最下点の練習とか、まあ、そういったものをコントロールするときに一つの参考資料として置いて練習するために持ち歩いてます。これ結構なんかどこで買ったんですかみたいな問い合わせがあったんですけど、まあ、こちらダイソーかスリアかどっちかの、 子供用の遊具のところで、まあ、フラフープなんでそこで売ってたんですけど、多分今も売ってると思うんで、ぜひなんか気になる方はそちらに行って購入してみていただけたらと思います。はい、では次なんですけど、こちら、まあ、ツアースティック、まあ、皆さんプロゴルファーがよく持ってるのはよく見かけるかなと思うんですけど、こちらを使って僕はこれを使います。こちらなんですけど、ダイヤゴルフさんのちょっと商品名は忘れちゃったんですけど、これを使ってスイングプレーンを確認するのに使います。まあ、どうやって使うかと言いますと、まあ、このツアースティック2本まず使って、この差し込み口にまず1本刺します。で、まあ、自分の番手ごと この来角の数字が書いてあるので、ここに、まあ、大体アイアンとかだったら僕は55度とかで練習するんですけど、この55度に対してまずこう作って、これがまずシャフトプレーンですね。僕自分のサイド側に使うので、こういった形で地面に置くんですけど、ここにもう1本ツアースティックを差し込みます。こちらを使ってスイングプレーンの確認などを、まあ、こういった形で置いてスイングのプレーンの練習を合わせます。で、まあ、先ほど紹介したフラフープなどもこういったのもこう組み合わせて使うことによって、自分の降りてくる向きやこの最下点に対してのプレーン向きなどを全部管理するようにしてセットで使うことが多いです。まあ、こちらのダイヤゴルフさんのやつはなんか最近海外だとトミー・フリートウッド選手とかがよく使ってるパーフェクトスイングプレーみたいな名前の、すごい高い練習器具があるんですけど、そちらに見立てて結構作ってるので、こちらの方は結構安くて、僕3000円ぐらいですかね、3000円ぐらいで購入して日頃これを重宝しています。まあ、これでだいぶスイングプレーンとかをイメージしやすくなって、アマチュアの方もすごいいいかなと思うので、ぜひ Amazon やそういうのでも売ってるので、購入してみてください。で、次いきます。こちらですね、ちょっと落として割れちゃったんですけど、ビジオさんのパッティングミラー、まあ、パッティングミラーっていうだけあって、鏡で自分の目線やそれこそ地面に置いて直線に対する目の向きとかを自分の方で合わせて、こちらの方でパッティングの目線など調整しています。けど僕はパッティングだけではなく、ショットなどでも肩の向きや顔の向きなどを調整するときに、ショット打つときでも地面に置いて地面のところで自分の肩の向きなどを確認しながらスイングに合わせたりします。なので先ほどのフラフープでもスイングプレーンのやつでも全部組み合わせて使ったりはするので、こちらの方も試合の時は絶対に持ち歩いてます。まあ、パターの時は絶対使うので、こちらの方はいいと思います。まあ、違うミラーの方も売ってるんですけど、まあ、これはすごいこう平面で見やすかったので、僕はこれをおすすめします。で、次これですね、ザ・ハンガーっていう海外の練習器具なんですけど、これは、ゴルフクラブの方にここにアイアンのヘッドがついているので、このヘッドの向きと実際のヘッドの向きを合わせてここで調整してネジをつけて打ちます。で、こういった形で
作ります。まあフェースの向きが揃っていて一直線に対して若干あるんですけど、こちらを普通にグリップして、これがもう単純にフェースの向きなんで左手の向きと揃って出ていくようにして、なおかつ普通の人だと体が先行していっちゃうと、これがずっと当たるとフェースがどんどん右に向いてしまう癖がつくので、これが実際のスイングのエラーになってくるのを、今度はそれを合わせるために体の正面でしっかりクラブヘッドが戻ってきてインパクトに向かうっていう形をイメージできるので、これも自分が、僕の場合はチーピンするときがクラブが寝てることが多いので、その寝たときにこれを使って調整したり、まあフェースの向きをコントロールするのに、練習するのにこれを使ったりしています。なのでこちらも僕は確かアマゾンかなんかで買ったんですけど、まあそれなりの値段で購入できたと思うので、ぜひネットショッピングで見ていただけるといいかなと思います。で最後なんですけど、これですね、テンポマイスターっていう名前のパターンなんですけど、これは見ていただくとあれなんですけど、すごい柔らかいシャフトで、こちらの方で普段はパターンのテンポやしなり感で球を弾くっていうのを意識して練習しています。でこれで大体の人はしならないようにゆっくりなテンポで打つっていうふうに昔は言われてたんですけど、僕は逆に球をしっかり弾きたいので、若干しなってるのをうまく利用してグリップの運動量とヘッドの運動量を揃えるようにパターンの練習をしています。なのでこちらの方もどれぐらいですかね、もう5年ぐらい使ってるんですけど、これは欠かせない練習器具で、でまあパターンの性能とかというよりかは本当にここのシャフトをうまく使うっていうのを、考えて作られているので、こちらの方はパターンが苦手な方にはおすすめです。でトータル5点の練習器具を普段は絶対に持ち歩いて試合に臨んでいます。本当に悩んだ時でも調子がいい時でも、全てのこう状態を把握するために僕は日頃から練習場で使っているので、ぜひ皆さんも僕にはこれだ、私にはこれだっていう練習器具があれば、そういったのをしっかり使って調子がいい悪いもこう自分で把握してコントロールできてっていうのが一番だと思うので、そういったのの参考になればいいと思いますので、皆さんも試してみてください。